レイティンチャンネルをご覧の皆さん、いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。レイティンチーム代表の大谷です。はい、ということでですね、本日は、ノーカットのね、編集動画の解説編といたしまして、第4弾ですね。はい、こちらの動画ですね。どうも。はい、僕がサーブから、で佐藤コーチがレシーブからですね、そちらのクロスラリーのノーカットの練習動画の方ですね、流しながら、僕の方解説入れていきますので、はい、よろしくお願いします。で、結構ね、佐藤コーチリターンが、上手なので、僕サーブは得意なんですけど、そのサーブをね、どういう風に佐藤コーチがうまく処理してるのかとか、逆に僕は、その自分の有利な立場を生かして、どういう風にこうプレイしていったら、クロスでね、ポイントが取りやすいのかっていうね、ミックスダブルスなんかでね、こういう状況がね、あり得ると思いますので、その状況をね、想定した練習になっておりますので、はい、そちらを解説動画の方に行ってみましょう。 GO！ はい、じゃあですね、本日もね、パソコンで動画を流しながら、流していきたいと思います。では始めていきましょう。もう一発目から結構跳ねるサーブがね、書いてたんですけど、佐藤コーチ早速ブロックリターンでうまく得意のバックで返しました。でお互い多分ね、佐藤コーチもそうなんですけど、やっぱりこうね、前回も言ったんですけど、やっぱりこうクロスなので基本的に浅くならないようにっていう形をね意識して、お互いこう短くなったらしっかりこう前に出るっていうスタイルなので、基本的にはしっかりストロークで粘って、こういう風にボレたりストロークやったりとかで、そうですね、今佐藤コーチが勝ったんですけど、佐藤コーチは足元沈めたりとか、逆に僕はちょっとドロップ落としたりとかっていうね、駆け引きになりますね。いや、いいリターンですね。いや本当にね、バックハンド重たいんですよね。今のボールも腰の高さでね打てたんですけども、弾かれちゃって、重たいボールを弾かれましたね。基本的に、あと僕こっちは基本的に打つときはセンター狙いで行くのが、定番ですね。センターにスピン系かフラット系ですね。ちょっと跳ねるようなサービスね、こういった形したらリターンがねすごい上手なんで、なかなかこう崩れてくれないので、3球目のボールが短くならないので、ちょっと僕はそこをね、どういう風に崩そうかっていうのを意識して今練習してます。これもいいリターンだったんですよね。ゆっくりでもいいので深くですね、今みたいに。いやー、もう振り遅れてますね、はい、結構最初の方も振り遅れてて、僕が結構アウトしちゃったりとか、ボレーをミスさせられたりとかね、結構合わせるのが最初大変でした。でも全部入ってます、これも。我慢比べですね、お互い。はい、今はうまく僕がね振られたんですけど、こう足元に、落としたというか沈めたというか、はい、基本的にはね、やっぱ相手が前に出てきた足元にやっぱ沈めるっていうのが、はい、この練習では大事かなと思います。はい、今からサーバンドボレーね、僕打っていくんですけど、やっぱり足元にこう来ると、僕もうまくこうミートできなくてミスしちゃってるっていう展開がね、最初はまだあります。結構ねこうリターンに合わせるまで苦労しましたね。で一応僕はサーブ打つ前、一応3回ボールつきます。一応3回ついてからっていうのが、自分のルーティンというか、はい。で基本的には、ね、3回なんですけど、時と場合によっては1回だったり2回だったり、その時の気持ちですね、メンタルに合わせた、やり方で、合わせてボール突きをしていきます。今まで一番サーブに回転が良かった、そうですね、今ね結構ね上からこう入ってくれて跳ねてくれたというか、どっちかというと僕スピン系のサーブが得意なので、それをねやっぱこう高いところで取らせるっていうのが、自分のスタイルで、その次のボール行ってきたボールを自分がうまく攻められるといいなっていうプレースタイルでやってますね。でも
やっぱり身長が大きいのでやっぱ足元はちょっとねあのやっぱきついというか、ね、ここね185あるので、やっぱその分やっぱこうしっかり膝を落とさないとローボレー系なんかやっぱ処理できないんで、やっぱりなるべく高いところで取れるようにっていう風に全体的なプレーを意識してやってます。で基本もボレーだったらこうやって前にプレッシャーをかけるっていうのが自分のスタイルですね。やっぱりね、あと佐藤コーチもレシーブのこの姿勢を見ていただきたいんですけど、ずっとね帽子でしっかりステップをこう合わせてこうリズム合わせて弾を打ってますね。そこにしっかりこう着目してみていただくとすごい参考になるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、あのこう基本的にはね、あのボレーに相手が出てきた場合っていうのはお互いボレーボレーになった時なんかそうなんですけど、こうちょっとこうアングルに打ったりとかして、まあ、足元なんだけどちょっとこう横に動かして角度をつけさせて浮かせたのを自分が次叩くとか、はい、なんかボレーボレーになってずっと正面でパン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 打ち合ってても多分こうレベルがね上がってくれば来るにつれてやっぱりそこで決まんなくなってくるので、こういった練習の時にしっかりこうタッチ系ですね、柔らかくこう当てていく、ハーフボレーでもこうゆっくり当てていって、ちょっとまあスライスを与えていってタッチ系のボールをね意識して練習するといいと思います。はい、でチャンスが来たらしっかりネットに詰めるっていうのが基本的にはセオリーになりますので、まあ、その場でこう打って手だけでこういっちゃうとやっぱりこう、ね、ネットミスだったりとかラケットだけ先行っちゃって当たり損ないっていうねボールになりやすいので、しっかりこう相手が体勢崩れて、あ、チャンスが来そうだなって自分に思ったら前に詰めて、それをしっかりネットに詰めて高いところで決めるっていうのがこういう練習は大切かなと思います。はい、ということでリューサイドはね、以上になります。まあ、基本的に佐藤コーチのバック狙ってたんですけど、ほとんど1本が2本ぐらいですね。結構僕の今週のサーブもこう返されてしまってて、1本か2本ぐらいしかエースを取れなかったです。はい、で佐藤コーチね注目してよく見るとやっぱりこうしっかり最初からお尻が落ちた状態で、はい、重心がやっぱ下がってますね。で、まあ、足でリズムを取ってしっかりスプリットステップ、僕のサーブが、当たる瞬間に佐藤コーチは着地をして、でそこからしっかりと合わせて打っていく。で、まあ、振り切ってはいるんですけど、そこまでこう体はやっぱ回してないですね。はい、なんでこうしっかり左足で合わせてボールの後ろから前に送り出すような感覚で、まあ、相手が前にできたら足元に沈める、後ろにいる場合だったらしっかり送り出して浅くならないようにして自分が次攻められないようにするっていうのが、リターンの場合では鉄則になると思います。はい、でこの練習だと1対1なのでちょっと想定しにくいんですけど、まあ、ダブルスのね基本的には後ろの2人のこう練習になりますので、全員がねいるっていうイメージもしてやるともっとねこうより良い効率いい練習になるかなと思うので、はい、全員に取られないようなリターン、いいリターンでも結局センター気味に行ってしまうとコーチに出られてしまう可能性がありますので、それをね取られないような形を意識してリターン練習、もしくはサーブ打った後のファーストボレー、ファーストショットを意識するといいかなと思います。はい、ということで次はアドサイドの方ですね、行ってみましょう。アドサイド側の方の動画を流しながらね解説入っていきます。いやー、いいリターンですね。結構僕サーブ、渾身のサーブなんですけど、こっちがバックに入るともう全然ミスしないですね。はい打ち負けてます。これも一応入ってますからね、こうしっかり弾かれながらでもしっかりこうブロックリターンをしてうまく処理してますね。はい、空振りしました。はい、太陽が目に入ったっていう言い訳をさせてください。結構力入ってきましたね。リターンがいいのでしっかりネットっていう意識で打つと力みも生まれちゃったりするので、そこをどう自分でねメンタルコントロールするかっていうのを意識してます。基本的にはやっぱまあトスとバランスしか僕意識してないですね。スイングはもう二の次でどういうサーブが打ちたいかによってトスの位置を変えて、それに対してバランスを崩さないっていうのを一番意識して練習してます。あとは打った後ですね、打った後もしっかり構える。あとこちらリターンがいいのでやっぱいいサーブ入っても安心してしまうとやっぱりこうね次ね自分がミスしやすくなってしまうので、打った後しっかりすぐ構えるっていうのを意識してますね。で
もうラリー戦も今こう見るとほとんど僕がミスしてますね、先にね。うん、やっぱここですね。あとこっちのちょっとフォアセンター気味ですね、こっちは。でも基本的にはこうやってやっぱ前に出るっていう形ですね。基本まあアドサイド側も、相手が右利きだった場合なんですけど、基本的にはまあバックを狙うっていうのがねセオリーなので、こっちはワイドをちょっと狙っていくっていう形になります。ただまあ相手によって、例えば佐藤コーチのねみたいな場合なんですけど、やっぱりこうバックが上手なので、バックが上手なプレイヤーに対しては逆にフォアを狙っていって、フォアでちょっとミスを誘うっていうね、サーブ打ったりとか、こういう風に結構高いところでもこうやってうまくこうやっぱ合わせて、しっかりこう高い打点でもこうねグッとこう入ってくるので、やっぱそういう相手に対しては今練習なので打ってますけど、まあセンターとかね狙って打ったりしてます。本当に結構リターン全然ミスしないですね、やっぱこう見ると。これリズムあと変えることですね。やっぱりこうなところじゃ多分ドライブ系でパン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 打つと自分のリズムになりやすいと思うので、少しまあ僕はスライスを混ぜたりとか、まあ、ゆっくりしたムーンボール、スピン系のムーンボール入れたりとかっていうのを工夫してやってます。いや、アウトしてますね、結構ね、こう見ると。結構だから弾かれてますね、やっぱり。全然崩れない。全然崩れないですね。相当僕この時打ってたんですけど。全然ないですよ。もう自分がもう逆にオーバーワークしてしまって、ミスが出てしまうっていう。やっとここでサービスエースが取れたかなっていう感じですね。ここ浅くなったのをしっかり、ここが角度つけましたね。角度つけて相手を外に出してっていう、はい、っていう、はい、基本的にね、やっぱりこうまあ、あのセンター系のアプローチをね打ってたりするんですけど、まあ、あのああやって余裕があればちょっとアングルとか狙っていって、コートをね佐藤コーチをコート側に出して、自分が次ボレーをしやすいような形を作ったりもします。いや足元ね、やっぱこうやってやっぱ目線をぶらされると、やっぱこうやって僕もこうやってミスがね出たりしやすいです。なので特に相手が男性で女性がレシーブの場合なんかでね、特に女性陣意識していただきたいんですけど、女性の方なんか意識していただきたいんですけど、やっぱりこうゆっくりでもいいから足元に落とすと結構男性陣は、ね、打ちづらかったりしますので、リズムをねこうやって変えたりすると、僕も結構ファーストで焦っちゃってミスが出ちゃったりするので、結構こうリズムをやっぱ変えるっていう作業は、うん、男性相手に対しては女性のプレイヤーの方からしたらね大切かなと思います。これ僕のちょっと得意なボレーで、はい、逆クロスの、こういった形のボレーですね、はい。今ちょっと補足とすると、触り方としては、ですね、ボールのイメージの触り方としてはこう来て、まあ、後ろをね、こっちから見たら分かりやすいかな、こういう風に触る感覚なんですけど、当たった後にちょっとこっち側に入れていくような感じになるんですね。でポイントとしてはラケットヘッドでこうやって動こうとするんじゃなくて、ちょっと細かい言い方になるんですけど、グリップを動かすからボールの下に入るんだよってイメージです。はい。手だけでやると、こういうイメージですね。こういうイメージだけで、こう、ラケット操作をします。はい。ヘッドがやっぱり動いてしまうと、ヘッドだけでこうやって、要は手首が動いてしまうと、うまくこう、乗ってくれないので、ボールが、ちょりんちょりんってなって逆に飛ばなかったりとか、あとは逆に熱い当たりになりすぎてしまって、パーンって飛んでっちゃったりとかっていうパターン結構多いので、はい。手首は固定した状態で、グリップが動くから、ボールの下にラケットが入るんだよっていうイメージで打ってますね。なんで少しイメージはこう軽く乗っけて転がすようなイメージですね。こういって転がすようなイメージでうまくこう合わせて打ってますね。呼び寄せておいてボールが来たらここにこう入れてあげるっていう形ですね。やっぱりここの滑らかさ、この滑らかさっていうのはすごい重要で、結構動きとしてはね、こういった動きで、ちょっと今座っててやりづらいんですけど、まあボールをこうキャッチ、こういった形でキャッチするっていう感覚が大切になってきます。はい。なので手首を柔らかく、ボールを呼び寄せて、
柔らかくして乗っけてあげるっていう南極で打つと相手ドロップボールでね打ちやすいと思いますので、はい、皆さんもトライしてみてください。うん、結構ねリズムが変わっちゃってて、まあ、結構こうねサーバンドボールやつでリターンが結構えぐいので足に来てるんですよね。デュースサイド側でも結構来てたんですけど、もう全部足元沈めてくるのでこうやって、いやナイスキャッチ、うんやっぱ動かさないと逆に僕はポイントがちょっと取れてないので、やっぱいかにこうちょっとうまく角度コートを広く横に使って動かしていって、あとこうちょっと崩すかっていうのでポイントを取ってますね。結構ファーストの確率が悪いですね。相当力入ってますこれ、はい、でやっぱ見ると左手がちょっと遠いんで分かりづらいんですけど落ちるのが早いですね。ちょっとピッチングのイメージが強い、はい、でやっぱこう次も崩れてますね。サーブがやっぱ崩れるとやっぱ3球目も崩れやすいので、そういう時っていうのはやっぱちょっとサーブファーストの質だとペースを落としてしっかり入れていって次を意識してやるといいかなと今見てて思いますね。はい、これはちょっと当たり損ないだったんですけど、うまくねこうしっかり入っておけば、まあ、当たり損ないでもああやって入ってくれる場合なんでね。ただほとんど惜しいミスなんですよね、ミスしててもね。今のも白帯だったんで、頭の位置と全然変わってないですよね、佐藤コーチのね。そうですね、佐藤コーチもこうやってコートの外、横におびき出すと、こういう形でね、ポイントが取りやすいと思います。はい、ということですね。本日は僕がサーブ、佐藤コーチがレシーブのね、パターンからクロスラリーですね。その練習動画をね、流しながら解説入れていきました。で、まあ、佐藤コーチのレシーブね、もうめちゃくちゃ良かったと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、頭の位置がやっぱ変わらないっていうのと、まあ、デュースサイド側の時もね、言いましたけど、やっぱりこう、しっかりスプリットステップを相手が、サーブですね、僕が打った瞬間にしっかりこう自分が着地してリズムを合わせてコンパクトにセットして送り出していくっていうのがやっぱね鉄則かなと思います。で跳ねてくるボールに対して結構バックハンドの方高いところ、結構ね女性のプレイヤーなんかミックスダブルスやっててね狙われやすいところだと思うんですけど、やっぱり佐藤コーチのねレシーブ見ていただくとセットがやっぱ高いんですね。しっかりボールの高さを想定してセットをあらかじめ高くセットしてちょっとヘッドを立てて構えておいて、そこからしっかりこう入っていって、あんまりヘッドダウンをこうねペロってやるような感じじゃなくて少しこうキープしたままグッとね押していってると思います。はい、感覚としてはこう構えてしっかりとボディーターンですね、ボディーターンをしてそれを戻すという感覚だけですね。腕だけで振ってるというよりかはしっかりボディーターンを戻すっていう作業でラケットを振っていくっていうのがねポイントかなと思いますので、はい、ぜひねこの佐藤コーチの動画ね何回も見返していただいて、ぜひこうイメージをね作っていただくと、はい、女性のプレイヤーなんかは、ミックスダブルスでねいいリターンが打てるようになるんじゃないでしょうかね。はい、ぜひ参考にしてみてください。でまあ僕の方のねサーブに関してはやっぱりこうファーストですね、ファーストの確率をやっぱりどうこう上げていくかっていうのがポイントになったかなと思いますね。アドサイドが結構ねもう佐藤コーチのレシーブがめちゃくちゃ良かったので結構力が入ってしまってこう自分からミスしてしまったりとか、体がねファーストボレーも突っ込んでしまってミスしてしまったりするので、やっぱそういう時はちょっと一回ね気持ちを落ち着かせて、まあ、ボールを突く回数を例えば増やしたりとかね、はい、したりとかしてやるといいかなとね今自分で見ててね反省点としては思いました。はい、でやっぱりこう僕は前に詰めれると展開としてはいいと思う。足元にやっぱ沈めたボール一球処理して次のボールですね、次のボールをアングルとかこっちに動かしたとこっちを動かして自分が前に詰めて打てると僕がポイントね取りやすかったかなと思います。はい、なのでやっぱりこう相手によってプレイスタイルっていうのはやっぱちょっと変えていくべきかなと思いますね。はい、基本的には僕はやっぱストローカーでねやっぱストロークでこう攻めていきたいタイプなんですけど、やっぱり佐藤コーチのこのクロスの中だと佐藤コーチのこのボールがね全体的に僕のボールにマッチしてたので、なかなかこう僕がポイントをね取りやすいっていう形にはならなかったので、そういった場合は少しスライスを
入れたりとか、まあ、緩急ですね。緩急入れたりとかして、チェンジオブペースを作ってやることが大切かなと思います。はい。まあ、なので、こう、打ち合ってて、ああ、ちょっと分が悪いなと感じたら、ちょっとこう、ギアを変えてあげて、なんかこう、一球スライス系のボールを入れたりとか、もしくはね、ムーンボール系のスピンのね、ゆっくりしたボールを入れたりとかして、リズムを変えたりすると、もしかしたらミスがね、出やすいのかなと思いますので、はい。打ち合ってて、この相手とはちょっとこう、相性が、逆に打ち合いのリズムだと相手の土俵だなと思った場合なんかね、そういった緩急を入れていただくといいかなと思いますのでね、はい。そういった感覚も意識しながらね、相手にちょっと合わせるっていうのもね、すごい大切なね、練習になってきますので、実際の試合だと、やっぱり初めてのね、やる方が多いと思うので、初めてやる方が多いと思うので、そういった場合なんかね、もう情報が全くないので、試合の中でこう変えていかなきゃいけないっていうかね、結構ありますので、はい、常にそういったね、感覚っていうのは身につけておくといいと思いますのでね、皆さんも意識して練習してみてください。はい、ということですね、本日は僕がサーブ、佐藤コーチがレシーブからのね、クロスの動画を、解説していきました。で、次回は、第5弾ですね。はい、こちらの動画ですね。僕がボレーで佐藤コーチがストロークの方ですね。練習動画に関しては1回ここで、新シリーズの練習動画に関しては1回ここで打ち切りになりますので、この動画解説の方を入れさせていただいて、またね来週もアップしていきます。で、今週末ですね、いよいよ、新シリーズの、またさらに新シリーズということで、僕と佐藤コーチのガチンコのシングルスをやりましたので、はい、前回のね予告にも入ったと思うんですけど、はい、そちらをまたね新しい形としてやっていきますのでね、はい、またぜひ楽しみにしててください。で、今後はちょっとゲーム形式だったりとか、ポイントのね、練習、ゲーム練習だったりとか、そういった形の動画をねちょっとメインになっていくかなと思いますので、はい、あとリクエストがあればぜひコメント欄の方に、書いていただければ、こういった練習見たいとか、こういう練習どういう風にやればいいのとか、そういうのがあればコメント欄の方に書いていただけるとね、はい、助かりますので、はい、ぜひコメントの方もね皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上になります。それではバイバイ。